はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第243回でございます。で、今回はね、もうタイトルにあるように40万人ありがとうございますっていうことで、昨日6月2日ですね、40万人登録者で行くことができました。本当にありがとうございます。で、今回は、まあ、思い出話というか、そこの下にも書いてあるんですけど、ホニャララ市の人口とかね、俺が、その、今までね、6年間やってくる中で、人口とバトルしてた時とか、そういったくだらない話とか、ちょっとあまりこう、今までよく話さない、こう思い出、こういうことあったな、みたいな話をちょっとしていこうかなと思いますんで、よかったらちょっとね、お付き合いください。で、最後に、コラボ、前回のダラダラジオのラストのね、とこには出したんですけど、今月コラボの撮影があるんですね。で、それちょっとその件を若干、触れますんで、まあ、相手が誰とかちょっとまだ発表しないですけど、よかったらそこまでよろしくお願いします。はい、ということで、ひとまず、40万人。で、本当はですね、6月1日が自分の動画投稿記念日。だから、おとといが丸6年だったんですよ。で、7年目突入記念日だったんですね。で、その夜に達成できるかなと思ったんですけど、まあ、自分のチャンネルって金曜、土曜がすごいチャンネル登録者数伸びないんですよ。そう、これ毎週ね、伸びなくって。で、案の定ね、100人ぐらいだっけな、足んなかったんだよね。その39万9900人ぐらいまでしか行かなくって。だったかな ?800 人だったかな。そう、なので、まあ行かなかったんですけど、昨日ですね、土曜日に無事、行くことができました。本当にありがとうございます。で、しかもね、こう、たくさんの方が、その、自分ちょっとね、バタバタしててなかなかスクショできなかったんですけど、結構こう連絡くれてて、40万ぴったりのね、登録者数の数字とか写メで送ってくれて、お、マジかーって思ってチェックしたらさ、結構さ、こう増減があるので、最初ね、40万13人ぐらいとかだったの、あー過ぎちゃったーと思ったらさ、30分ぐらい見たらさ、40万3になってて、あれ?これ下がったら写メ取れんじゃねえかなと思って、まだだからね、案の定減ったよね。で、40万ぴったりで自分も写メを取って、ツイッターに投稿させてもらったんですけど、そう。まあ、その後は無事伸びたんでね、よかったんですけどね。そう。まあ、そんなことがあって、まあ、自分も本当に嬉しいです。ね、こう、ここまで来れると思ってなかったからね、初期の方は。でもやっぱり、自分も嬉しいんですけど、こう、応援してくれてる方が、一緒に喜んでくれるっていうか、自分のことのようにね、すごい喜んでくれるのは、あ、それはたまらないですね。なんか、こう自分の喜びが一層増すというか、ここの YouTube のコメント欄とかもそうですけど、本当にありがとうございます。もうね、なんか頑張ってきてよかった。どうも、本当に。で、その人口の話なんですけど、自分ね、その最初、まあ、YouTube 始めた頃さ、全然伸びなくって、登録者数も再生数も。で、自分、育ち?生まれたのは福岡県なんですけど、父親が転勤族だったので、結構いろんなとこ転勤してって、小学校に上がる前に群馬県に引っ越してきたんですよ。で、育ったのは群馬県の明和町っていう、これ、ね、多分ね、全然わかんない。ほんと地元がね、の方しかわかんない。すっごい田舎町で、もともと村だったんですよ。明和村だったのが、自分が中学の時に町に変わったんですよ。で、本当に田んぼばっかりな。そういうところ、ほんと田んぼばっかり。なとこなんですけど、まあ、そこで育ったのね。で、最初、YouTube 始めた頃に、まあ、もう明和にはいなかったですけど、明和の人口を抜きたいなと思って。で、明和の人口、今チェックしたらね、1万1000人ぐらいらしいんですね。多分俺がチェックした時も1万ぐらいで、だからま、YouTube1 万人行きたいな、頑張りたいな、とかで、明和抜きてえな、とかと思ってやってて、で、まあ、それが明和がま、抜けてね、時間かかったけど、1万人行くにはさ。で、抜けて、で、まあ、こうやってよく、いろんな人口、自分の登録者が10万いったら10万人ぐらいで、あ、この市の人口と同じぐらいじゃん、とかってね、チェックしながら、そんな、くだらないことをやりながら、やってきたんですけど、で、今回40万じゃないですか。で、今自分住んでるの群馬県の高崎市っていうとこなんですけど、まあ、群馬の中では多分、もう、かなりこうね、群馬の中ではね、発展してるというか、人口が多いとこなんですよ。で、高崎市の人口が、さっきチェックしたら37万人。なので、ついね、高崎市を抜いてやりました。この喜びさ、絶対伝わんないよね。あ、おめでとうございますみたいな。ね、聞いてるみんなもね、なると思うんですけど、ごめんね、ちょっと温度差あるかもしれないけど、ついてきて。でもね、なんかね、嬉しいんだよ。だから、高崎、今住んでる、ここでさ、住んでる人がね、登録して、まあ、その、高崎市の人口以上の方が、自分のことを知ってくれたんだって。YouTube にこういうのがあるんだっていう。いや、それが嬉しいよね。もう前も話したけど、その YouTube の、自分のね、まあ、自分がこう、どんどんこう、知られていきたいっていうのもあるんだよ、もちろん。で、どんどん使ってほしいし。だけど、何より、YouTube で勉強する、そのコンテンツがあるんだってことを知ってほしい。で、学生のみんなはさ、こう、結構横のつながりというか、
まあ、同じ学年の子には教えたくないんですって、あの子も成績上がっちゃうからって言ってくれるからさ、なかなかそこは、あれなんだけど、でもさ、その先輩後輩でね、教え合ったりとか、そういうので、こう、横のつながりで広まってくれたんだけど、でもやっぱりみんなの保護者の方、親御さん層は、そうでもないじゃんか。だって YouTube で勉強しててもさ、何 YouTube 見てんの？え、勉強してんだよ。してないよ、そんなの。みたいな。って言われたりする子もいるわけ、絶対。だから、その、親御さん、保護者世代の方にも、その、ちゃんとあるんだって。YouTube ってなんか、ふざけた動画とか、なんか、面白い動画しかない？面白いっていうか、ふざけたものしかないんでしょ？って言われる方やっぱ多いんだよね。その、40代、50代だったりすると。でもわかる。そういったイメージの方がつきやすいよ。だってそういう動画の方が多いんだから、圧倒的に。で、問題にもなったし、ニュースにもなるからさ。でもそうじゃなくって、本当にガチでちゃんと授業をやってるんだっていうのを知ってもらえたっていうのが何より嬉しいですね。はい。という感じで本当に嬉しい。ありがとうございます。ただ、今年のね、2018年の目標は45万人です。あと5万人。で、結構ね、言われたのが、もう余裕ですね、みたいなことを言われたんですけど、実はね、そんなことはないと思っていて、まあ、自分のチャンネルっていうのは、さっきも言ったけど、勤労が伸びにくいってのありましたよね。で、勤労伸びにくいのは勉強しないからなんですよ。そんなしないじゃん。金曜とかさ、明日休みだし、みたいな。そう。なるじゃんか。で、平日っていうのは勉強学校があるからさ、やっぱりこう見てくれることが多くなる。で、あとは、テスト期間。テスト前とかはやっぱ伸びます。再生数も登録者数も、ね。で、こっから、今、6月入って、6月はね、そこそこ、まあ、普通に伸びる。どうやら、テストもあるんでね。で、7、8です。ここが問題で、7月前半はまだ学校があるからいいんですけど、夏休み期間、ここはかなりね、苦戦します。今まで通り行くと。で、9月になって学校が始まって、ちょっと盛り返してきて、10、11、12でそこそこ伸びるかなっていう。一番伸びるのはやっぱ1月、2月なので、自分は。受験も入るからね。なので、その一番伸びる1月、2月がないので、2018年もうね、ないから、さあ、じゃあ伸ばせるかっていうところ。だ今まで通りの計算でいけば45万いけるかなと思ってるし、俺の中では本当はね、7月中に40万に行きたかったんですよ。そう。それが一応6月2日に前倒していけたので、まあ、このままね、伸びるんだったらもっと45万早く早期達成して、50万とかに目標をね、情報修正できたらいいなとは思ってるんですけど、いかんせん、その、勉強動画、一応勉強動画、その学校教育の動画の中では多分登録者数は一番多いと思うので、自分が日本の中では。だから分かんないんですよ。どこまでいけるかが想像がつかない。そう。ちょっとネガティブな話をすると、まあ元々ネガティブなんで俺がね。例えば、こう、朝起きたらね、今日寝て、ちょっとなんかさ、なんだろうな、センチメンタルになってて、不安に襲われてる時にさ、あ、明日起きたら、登録者数一桁減ってんじゃないかな、とかって普通に思うの。なんか、被害妄想じゃなくて、本当に思い込むの。ああ、どうしよう、みたいな。そう。だ普通にね、こう、普段、仕事してる時も、そういう不安にいきなり襲われる。なんか、急に、その登録者の数字が、ガタガタガタって下がるみたいな。なったらどうしよう、とかね。で、思うんだよ。なぜかっていうと、わかんないからね。例えば、エンタメやってたら、まあもちろん、ね、自分の能力とかもあるけど、でも、例えば、ヒカキンさんとか、はじめ社長さんとか、はじめさんとかがさ、こう、作ってくれてるわけだよ。見せてくれてる。何百万まではいけるんだよっていう。その、もちろん、才能とか努力とか、いろんなものが加味するけどね。そう、だから勉強に関してはそこがわからないので、そういう不安は本当に、正直言うと、もう毎週のように襲われる。でも、不安に襲われるから、不安を払拭したいから頑張る、努力するっていうところには繋がってるんで、別にそれは悪くないんだけど、そう。だから45万人いけるかどうかっていうのは、行くよ。絶対持っていくけど、ここは達成するから、するけど、まあ、その不安に襲われながら、ことだと、残りのね、半年くらいかな、もうやっていきます。で、問題がね、その再生回数7000万回なんでは、今年、これはね、かなりマイナスしてます、ペース的に。そう、まあ、目標設定した時に、相当厳しいだろうなと思って設定はしたけど、これはね、頑張んなきゃね、まあ、とにかく認知されて使ってもらわなければ意味がないので、まあ7000万って数字はかなりまだ雲の上になってるんですけど、まあひとまず12月ね、31日来た時に、ここまで行きました。まあできれば7000万行きましたって言いたいんですけど、今の計算ペースだと、まあ6000万行ったらいいかなっていうぐらい、年間数字でっていう感じになってるんでね、まあ、あと1000万上乗せできるように、ふざけた動画をね、撮ることはできないので、まあ、勉強動画だけになっちゃうと思うんですけどね、やっていきます。はい。でもすごいポジティブな気持ちで、毎日ね、今動画撮ることができてる。で、それは本当に皆さんからもらうコメントだったり、ツイッターのリプだったり、あとメールだね、だったりなので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。言葉が出てこなかった。で、最後、コラボの件なんですけど、
今月、6月中に一つコラボの撮影がもう決まってます。で、これはアップは多分7月に入っちゃうかもしれないんですけど、で、コラボ。で、これがですね、このチャンネルでは初めての女性とのコラボです。で、また同じように、まあ、勉強の話か、ちょっとね、まあ、女性なので恋愛系の悩み相談、みんなからもらった相談とかに答える形にもしたいなとは思ってるので、で、今回コラボの件ちょっと話したのは、その、なんだろう、相談なんか相談したいこと、それは勉強でも構わないし、恋愛でも友人関係でもいいんですけど、結構女の子からの相談もやっぱり多いんですよね。で、それを、動画で、まあ、名前を出すことはしないんですけど、そのコラボの時に、もしできそうだったら、ちょっとまだ、コラボ内容固めてないので、もしかしたら使わないかもしれないんですけど、もし気になることがあれば、メールの方に送ってください。で、今回ちょっとね、この映像のとこに、メアド書くの忘れてしまったんですけど、ツイッターの方に飛んでもらえれば、ツイッターのね、プロフィールにメアド貼ってありますんで、あそこから送ってもらえたらと思います。で、あとね、もう一個コラボが一応決まってて、これ撮影日がまだ決まってないんでね、ちょっと先になっちゃうかもしれないんですけど、こちらは男性ですね、のコラボになります。で、多分、この勉強チャンネル、ね、俺のチャンネルを見てくれてるみんなは、その男性の方が認知してるかもしれない。その、なんだろう、普段撮ってる内容的に、と思うので、ただね、自分のコラボする条件というか、コラボするときには、これはもうすごい、生意気なんだけど、許して、生意気なんだけど、自分が尊敬してる人、自分が好きな人とコラボさせてもらう。まあ自分がいつも誘うんでね、声かけるんで、させてもらってます。って今回の女性も、男性も自分が本当に好きで、好きな YouTuber さんだし、尊敬してる YouTuber さんなので、すごく楽しみ。もう多分俺が一番楽しみです。撮影に関して。で、まあ編集とかね、なかなかこううまくできないかもしれないんですけど、まあ見ていただいた皆さんに何かね、こう、まあ楽しんでいただけるってよりも、まあ多分ね、雑談っていうか話をする動画になると思うので、それを聞いてもらって、例えば勉強頑張ろうだったり、ね、悩みだったら、じゃあ私もちょっとね、辛いけど、ちょっともうちょっと耐えてみようかな、みたいな風に思ってもらえるような動画にしたいなって思ってますんで、そのコラボ動画の方も、おそらく7月、8月、夏休み中かな、そのあたりをメドにアップできるかなと思いますので、よかったらまたね、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで、ちょっとまあ長くなりましたが、今回は一応40万人ありがとうございますということで、喋らせていただきました。今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、6月入りましたよね。いつも言うように6月っていうのはものすごい中だるみしやすいんです。特に受験生。で、そこに関しては一応顔出しでまたね喋る動画の方で今週中に撮ろうと思っておりますので、よかったらそちらの方をチェックしてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。